OK。チャンネルに行くよ。カチカチ言うな。グジャンヌやります。重機やりません。重機やるか。重機やる？重機やっちゃう？なんでマリオなんだ。マリオは苦手だ。やっちゃった。これがエロいか、テンション上がるな。アラインさん来ないかな、早く。いやー、みかんが美味しい季節ですね。マリオ苦手なんですよ。もう実写じゃん。で、初代はね、地味状態でファイヤー取ると大きくなるだけなんだよ。実写らしい。ナイス。帰ってこない。MGI さんとね、マリオチャレンジやってたんだけど、マリオ難しいんだよな、初代のやつ。よしじゃねえんだよ。最初、トゲゾウがいるからよけて。ジャックジャンのマジ？マジです、ビーフカレーさん。こんにちは。ジャックジャンのマジ？ どこまでいけるかな？終わったらやるか、ジャックジャン。3秒でしたね。ここむずいのよ。ここむずくねえわ。ここ別にむずくねえわ。むずいわ。忘れてた、ここ。どうやるか。そうですね。ここはここでジャンプすれば大丈夫。足ブロックを叩いて、行き過ぎ。やっちまったな、これ。積んだかも。積みましたね。行くしかねえか。わかんねえ、これ。これどうすればいいのか。ちょっとやばい。あ、行き過ぎた。しんどけよかった。始まります、ジャックジャンヌ。かようなの意味わかんねえな。M1 面白かったっすね。よし、やるぞ。ビーフカレーさん、ジャックジャンのわかる？
よし、始めるぜ。今はね、夏季合宿です。ゴッドゲーム。GG じゃん。座学しちゃおう。休日じゃねえか。M1？ ああ、なんか笑いのそういうのがあるんだっけ。あるらしいっすよ。昨日の雨が嘘みてえに晴れてんな。ジャックジャンヌはね、あれっすわ。演劇の話ですわ、演劇。演劇ってなんていう？ティアター？ティアターゲーム。Yes, ビジュアルノベル。ああ。アズ、メイル。なんて言えばいいんだろうな。今日英語出てこねえな。事故ったからな、今日な。なんか朝はチャリンコで、事故っちゃった。今日はロビー集合ってどうしたんだろうね。Yes, visual novel game and theater 何学校って言えばいいの？ Theater school. But the theater school is for only for men, not women. So, women not enter the school, but this プロタゴニストって言うんだっけ？主人公。is female women women エロゲの夜待ってました。アラインさん、こんばんは。 今日はロビー集合ってどうしたんだろうね。ネジ先輩の気まぐれかな。来たわ。モーニング諸君、みんな集まってるかい？音大丈夫ですか？ How is the sound status? Can you hear good? 来たわね。ネジ先輩以外みんな揃ってます。そいつはラウンジでモーニングコーヒーをゆっくり飲んでいた甲斐があるね。Sound is good. Thank you, Snake. 今日の稽古は何をするんですか？集合場所が違う時点で普段とは違う何かが起きる気配をビシバシ感じているね。Sum 41 SUM 操作ガイドで B でそう消えるんだよな。サンベルト、サン41。それでは本日の予定を発表する。なんだろう。海でバカンス。え？海でバカンス？今は誰が狙いですか？ビシッ ビシバシ感じてるな。どういうことですか？あ、ネジ黒糖。purple hair and wear the glasses. あのね、目の前にこれだけ綺麗な海があるのに堪能しないなんてありえないでしょ。ひ、ネジ黒糖。昨日と言ってることが違うな。ってことで稽古は終わり。最終日の今日は思いっきり夏を満喫しましょう。皆さん泳いじゃいなさい。最終日なの？でも水着持ってきてませんよ。カイドウグループ経営のリゾートホテルを舐めてもらったら困るな。ヤクザだ。白田光ヤクザが来た。リリーさん、こんばんは。 No, you love 白田光。まだ白田光出てないんで、You love white hair girl. ここでは水着はもちろん、浮き輪や水中メガネ、ビーチマット、ハンモック、素敵な麦わら帽子まで何でも貸し出してくれるのさ。口が回るね。じゃあ海で遊べるんすね。織巻君のそういう切り替えの速さ、とても良いよ。ちなみに強制参加だから何が何でも参加してね。特にミッあ、来キー。ます。 What? Girl? He is male man boy ネジ航空とルートグランドブラックゲート。 Yes, exactly. Yes, 来ますよ。あ、最悪。He is Lily's wife. じゃあ Wife? 各自準備して海に集合。まずいことになった。まずいことになりましたね。キサちゃん。最悪。なんだよこんな晴れた日に海って。上着を着てた方がいいかもしんねえな、ミツは。
それも貸し出しにあるんですかね。ないなら無理。ハルキさん、こんばんは。白田先輩、私が聞いてきます。あら、ああ、そうして、もしかしてめちゃくちゃエッチな展開では。あ、イエスイエス、 I love キサーズボイス。キサね、立花キサ。立花キサイズプロタゴニスト。立花母 is it。 立花母 is it。 That's emote。 立花母、プロタゴニスト is 立花キサ。僕も付き合うよ。うん、うん、そうちゃんかわいい。そうちゃん、どうする、キサちゃん。そうちゃん可愛いって言うたびに、おかぐずさんのことを可愛いと言ってるのか。胸は念入りに潰して、腰周りはさらしで肉付けして。胸は念入りに潰すのか。このお母さんからみかんとゆずとキサが生まれてたなんて。みかんとゆずの時点で結構すごいね。あ、うん。そうちゃん、その上から男装用のインナーとタンクトップを着て、何か羽織ればごまかせると思うんだけど。そうちゃん可愛いね。泳ぐのは危ないかも。都合をつけて休めないのかな。そうちゃん、胸練りに潰してくれる？それができたらいいんだけど、こういう時に休んだら何かあった時疑われる理由になるかも。お願いする時念入りって言わないと思うな。ああ、そうだよね。ずっと走ってる。バレないようになんとか頑張ってみる。年頃に潰してくれる？それはアイブだ。父ちゃんと話すときぐらい声高くしてもいい。いや、あ、声優さん可愛いの？誰なの声優さん、そういえば。I don't know、 ボイスアクター、プロタゴニスト、キサ。ねえ、ちょっと見てあれ。何なの？あの集団。全員美形なんですよ。黄色い声だ。Such a voice called yellow voice in Japanese. Why? I don't know. But, some girls screaming with, their pleasure. The voice is said yellow voices. で、おい、全員美形なんですけど。寮室に来る？寺崎ゆかさんと言って、今後メイド MBS に出てきます。ああ、はい。寺崎ゆかさん、あれだよね、あのブエコさんの声だよね。ブエコの声なの？イエローボイス、イエスイエス、イエローボイス。黄色い声とか黄色い声援って言うんだけど、もしよかったら、あ、コピー&ペースト&サーチング the meaning。エロい声。No, no, pleasure voice。あ、ほべつさん、こんばんは。ブエカさん、エッチだから楽しみだよ、おじさん。リリーさんは、メイドヤビスも見てんだね。ほべつさん、こんばんは。あの、あれを、クレオパトラフォーチュンをやってらっしゃる方だ。いらっしゃいませ。楽しんでいっていただけたらと思います。シチル来る？汁来ないんだけど。あ、来た！すっげー！海が青い！北の水着、女物じゃない？これ。Today I learned エロい声 from ジタラク。いや。黄色い声はエロい声ではないです。海青いっすね。ピンク色だな、鈴くんの髪が。白い砂浜にはビーチパラソルの花が咲いておりますな。へえ、マリンスポーツもできんだ。おい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 、ミノスケ、すげえ体してんぞ、ミノスケ。いいのか？腹斜筋すごいね。スナップショット。イエローボイスのアナログラムでエロい声。確かにエロ声だけど。日差し強い。早く日陰。
ネジの水着は、なんだろうね、ネジも体引き締まってんな。この時期は波が高くなりやすいが、今日は落ち着いているな。ユズのピーチのジャケット、ユズのピーチのジャケットなのこれ。ユズのピーチのジャケットなの。そうちゃん、見た目問題ないかな。いや、女の子だよ、キサちゃん。うん、大丈夫。ちゃんと溶け込んでるよ。何あの集団、かっこいい系も、かわいい系も全部揃ってる。かっこいい系、かわいい系、確かに。え、でも、あれだな、フミさんも綺麗な体してる。周囲からの視線がすごいですね。そうちゃんも可愛いな。大衆の目にさらされることを恐れてはならないよ。見せつけるといい。これ言ってんだ。プライベートでさらされるのはやだ。このポーズで。まだいる。おお。あれ、クォーツだ。あれ、城作ってる。そっちも今日はリフレッシュか。ここはホテル自慢のビーチだ。楽しんで行ってくれ。 Yes. See hiding her girl. 何あのイケメン集団。イケメン集団だね。あ、ダンテ。どうも、可愛いお嬢さん。僕らユニベールの生徒なんです。どうです、一緒にバカンスでも。どうも。ちょっと調べてきましたが、戦闘のない男性版桜大戦、そうなのかもしれないですね。あの、乙女ゲーってやつみたいです。この段ってエロいっすね。あの、今コメントしてくださってる時和さんがめちゃくちゃ勧めてくれて、僕はエロゲーもノベルゲームもやったことないんですけど、乙ゲーがあるな、乙ゲーがあります。乙ゲーがある、女性目線の男性を攻略していくタイプのノベルゲーム、面白いですよ、とても。ダンテ、学校の名に泥を塗るような真似はするな。長山はダンテに向かって言ってたの。熱い。買ってくれてウレピウス、ありがとうございます。もう何も体験版とかせずに買ったから、ね、オニキスも今日は休みか。ストラ、迫力ありますね。スガシ先輩いいよな。キサー。あ、その声、マレちゃん。ゴーキだ。おしなりゴーキという名前なんですけど、あのゴーキという名前は男らしすぎるのでマレと呼ばれています。ナンパしたら泥扱い、ひどい。まあダンテだからいいんじゃないっていう。ちょっと言葉を失いましたね。あのこれ乙女ゲームの男子バージョン。イエスイエスイエス、これ全部男性です。There is boys. Can you believe? うわ、あの女の子集団やばい。めっちゃ可愛い。マレちゃん可愛いっすね。ただなんか肩幅とかなのかな、肩とかなんか男らしく描いてるよね、多分石田水さんね。アイドルじゃねえの？すっげえ美人もいる。アイドルじゃねえの？あ、ヒート。おい、お前ら、なんだその水着は。ちょっと前のめりになりました、ごめんさ。前張りで股間ペッタペタにしてる。なるほどね。おかくずさん、やっぱり演劇やってるだけある。おかくずさんも前張りで股間ペッタペタにしたことあるんですか？いや、可愛いですね。あの、まれちゃんの集団はね、可愛いんですよ、この3人組は。やだ、みのりかわ先輩。ジロジロ見て、変態。ん？この子は声出さないと。男性が女性を攻略する場合はギャルゲー。ああ、まあそうだね、ギャルゲーだから、うん、何ゲーなんでしょうね。みのりかわくん。おかげさん、みのりかわさん好きなの。ゆきちゃん超可愛いっすね。いいんですか、司先輩。この声か。やだ、みのりかわ先輩、ジロジロ見て変態。声がエロい。可愛いからいいんじゃない。全員男の子でも。司さんも男の子。え？全員男？全員男？ロードナイトの子たちを見てると、私が気にしすぎなのかなって思えてくる。
しっかりキサちゃん。わあ、そうじゃん。キサちゃんは間違ってないよ。そうじゃんの水着だ。おい、ちょっと時計部見えてる。わかるか？この、あ、男？男のちゃんぽ？ちょっと待って、ね。全員男？変態？変態の方？やだ、みのりかわ先輩。ジロジロ見て変態。めちゃくちゃいいな、変態って。あ、はい、どっちも撮りました。はい、どっちも撮りました。はい。そうちゃん、あの、この、わかるか？この、腹斜筋の下にある、この、パンツから見えてる、黒い線。これは、あの、毛ではなく、鼠径部でしょ。これはエッチですよ、皆さん。英語で伝える？英語で伝えられない俺。これ。大丈夫？毛だったら大変すぎる。どっちも取ったの？いや、違うだろ。はぁ、ユニベール生が勢揃いしたら、ますます目立つじゃないか。僕、日陰に行きます。はい、リリーさん、どうぞ。取り忘れたんだけど。クロスウィンドウ？クロスウィンドウって何？ちょっと待って、今。高いの窓もしかして。クロッチ。おいおい、許可しますけど。やめなさい、アライアンス。Yes, guy, boy. いや、もう PC にあるね。なるほど。ドキドキリテラチャークラブはやるべき。ああ。He is boy. 俺は泳ぐぞ !He is boy. 取れよかった、そうちゃん。キサちゃんはどうする？取れる。いやー。ふぅ。おべっさん、フォローありがとうございます。そうちゃんの上半身がパワーボムで焼かれてしまいました。私もひとまず日陰に行くよ。わかった。僕は海の様子を見てくるね。ドキ分やってないんだよな、俺もな。うん。何？お前も泳がないの？へぇ。DDLC 後でやります。はい、水が欲しい。走ってくる。わかりました、持ってきます。白田先輩のそばにいたらいろいろ頼まれるから自然に動き回れて良さそう。使われてるな。使われることを使ってるな。ああ、よくあんなにはしゃげるな。 DDLC の DLC ホラーみたいに怖くなるって聞いてます。いや、そんなことないんじゃないかな、ライスさん。みんな楽しそうですね。そう思わないっすよ、僕は。お前も混ざりたいんじゃないの？え？海が嫌いには見えない。白田先輩、こういうところ鋭いな。 DDLC ドキドキたっけし。どうしようかな。わ、お、う、あ、まだ見んの？青に連絡してみる。ふざけんじゃねえ、マジか。青に連絡できんの？冬休みにやってみようか。確かに。青に連絡します。青ルートあるな、やっぱ俺。こういうの難しいんだよな。こういうの難しいっすよね。何選ぶか。僕が狙ってんのは、まあ、あれですよ。ネジコクト先輩なんで、ネジ先輩見ましょう。I love 夏希。夏希青は可愛い。本当に可愛い女の子なんで。うん、いや、そうそう、それはね、いつか見たいですね。小別さんに見せたいな、可愛い女の子。前かがみになれると思う。藤先輩はどうしてるんだろう。いや、立花君。服着てる。はっ、ちょっとお願い事いいかな。持ってきてもらいたいものがあるんだ。グミかな。何でしょう。君がこの海で100年後まで残したいものを一つだけ持ってきてほしい。なんだ。それじゃあ行くよ。よーいドン。待ちかね、服着てる。え、あ、はい。100年後まで残したいものを一つだけ持っていく。ゴールデンディスク。いろいろ見て回ったけど、一つに絞るのは難しいな。100年後残したいもの。あ、でも残したいなら触れずにそっとしておくのが一番だよね。うーん、それなら
持っていけませんって言葉を一つ持っていけばいいのかも。うん、そうしよう。ボイスアクターが本当にいい声してますね。というわけです。いかがでしょうか。大喜利求められてんの。立花君はあれかな、一休さんか何かかな。違いました。君がこの海で何に一番価値を置くのか見てみたかっただけさ。手ぶらで帰ってくるとは思わなかったよ。可愛いね、キス。でも面白い答えだね。うん、合格。おいで、ご褒美をあげよう。何のご褒美。はあ、可愛いケーキですね。このゲーム言葉を失うことが多すぎる。青いグラデーションは海、ケーキの上に散らばったクッキーは砂浜、まさに綾浜の海。これゼリーケーキじゃない？ブルーゼリーケーキ、ジェリーケーキ。この甘ったるいケーキを自然の流れで誰かに食べさせることが僕の目的だったんだ。僕の目的だったんだ。この甘ったるいケーキを自然の流れで誰かに食べさせることが僕の目的だったんだ。僕の目的だったんだ。崩れそう。確かに高いね。え？ケーキ。見た目面白いでしょ、このケーキ。間近で見たかったんだけど、自分で食べるには甘そうだからさ。これ食った後に言うべきだ。それは誰かに腹が空く程度の運動をさせて、このケーキが表現する海にも愛着を持たせて、いざ実食と。ああ。見た目面白いでしょ、このケーキ。間近で見たかったんだけど、自分で食べるには甘そうだからさ。なんかまあじゃれついてる感じの声ですよね。実食参りました。いやいやいや、なんでこの海のケーキ嫌いなんだよ。そういうことだったんですね。一休立花も見られたし、良い余興でした。そう、人柱を探してましたね、ネジ先輩は。イチャイチャしに行ったのに。イチャイチャしてんだけどな。しかもあれだな、椅子の上であぐら組んでるな。あー、楽しかった。こんな風に海で遊んだのは久しぶりだな。海で遊んでねえな最近。今日で合宿も終わりか。海さん綺麗。明日からはまた玉坂で自主練だな。ねえ、本当にどこまで本気なのかわからない二人とも。明日はさすがに休みたいんですけど、疲れた。温泉様のお力を借りて合宿の疲れを全部落としていきなさい。温泉様ね。温泉様入りて。温泉か。温泉やばくない？キタちゃん大丈夫？荷物の片付け大体終わった。海ってまだ見慣れない。うん、いや、あ、でもそうなのか。島民だけど沿岸部じゃないと海とか見ないのか。やっぱり海で泳いだことあります。僕はあります。夏合宿いろいろあったな。レベルアップできた気がする。今年はさすがに経験した。なるほど。去年も今年もね、コロナあったからね、外行けないっすね、レジャー。それにしても疲れたな。温泉か。貸し切り風呂をクラスごとに使わせてもらってるって話だったよね。さあ、全然海行かないもんな。アウトドアレジャーしないんすよ僕。インドアなんで。ドミア本州来たらまず海と竹と瓦屋根に興奮する。なるほど。面白。水族館しか行かない。あー、水族館いいっすね。水族館といえばさ、あつ森の水族館めちゃくちゃいいよね。温泉気持ちがいいだろうな。行っちゃえ。今の時間なら誰もいないかもしれない。マリンスポーツ、たまに山登り。うん、マリンスポーツな。温泉行ってみようかな。いや、ちょっと海行きたい気持ち出てきたな。いや、で、あつ森不満点多いですね。そう、水族館マジでいい。あつ森アニマルクロッシング、気持ちいい。誰か来そう。今なら誰もいないんじゃないかと思ったけど正解だった。大丈夫か、わからない。ゲームオーバーかも。大きなお風呂に浸かるの久しぶりだな。ジジイかも。エンディングかもしれない。照明ぼんやり照らす程度だから星がよく見える。これから秋公演、冬公演、
ユニベール公演と続くんだな。ジェジェ。ユニベールにいられるように頑張らないと。バレましたね。確かに気がやばいよね。よし、誰かが来る前に上がろう。いや絶対誰か来るって。あ、誰か来た。誰か入ってきた。どうしよう、見られたらまずい。いや、なんか対策してないのかい。暗いから肩まで疲ればごまかせるかも。体は手と足で隠して。おや、立花くんじゃないか。いいのか。なんかすごいのが来たな。なんかすごいの来たんだけど。ネジ先輩、一番まずい人が来た。パロディスかもしんない。一番まずい人。こんな広いお風呂でそんなに縮こまってどうしたんだい。ほら、もっと大きく手足を伸ばして。あ、ペアかわいいっすね。ネギッドブラックゲイト君、その通り、その通り。僕はこんな大きな風呂に一人だったらダンスの一つでも踊っちゃうよ、こんな風にね。うわ。しかし風呂に入る立花君というのはレア感があるね。チチビンタリか、チチビンタリか、チチビンタリか、チチビンタリか。はい。ああ、わかんないっすよ。調べてわかったけど、チチビンタリカの格好してるんだね、次先輩。この格好。ミスミシタリーナになったんだね。チチビンタリカすご。確かにあまりにもすぎる。チチビンタリカの格好してるな。先輩後輩の絆を確かめるべく背中の洗いっこでもしようか。やばいぞ、まずった。それはちょっと。おや、立花君なら喜んでと言って洗ってくれそうなものなのに。本当にすごい。ファウルの位置までネジ先輩のネジが。ネジ言うなよ。確かにすごいな。しないですよ。じゃあ僕が喜んでと叫んで君を洗おうか。どっちがいい。さあどうする。ネジ先輩のネジって言わないで、本当に。ダメだこれ。すんだ、怒りますよ。いやー、行くぜ。わかりました、背中流します。やだ、立花君本気。先輩ドキドキ。ネジ先輩が言い出したんじゃないですか。キサちゃん本当可愛いですね。だって冗談だもの。録画しよう。だって冗談だもの。冗談らしい。ドキドキですね。え、立花君先輩の言うこと聞きすぎじゃない。大丈夫。チチビンタリカのポーズで全部言ってるな。そんなんじゃ怪しげな壺買わされたりしちゃうよ。なんなら売りに行くよ、ボー君が。ああ、ネジ先輩。うそうそ。ネジ先輩に付き合っていたら何が起こるかわからない。湯煙に紛れて早く出よう。湯煙に紛れることができるのか。それじゃあお先に失礼します。湯煙に紛れってやつじゃん。千本桜ってやつじゃん。はいはい、お疲れ様。グラディウス2のクラブってボスのパロディ。あー、へえ。パロディウスって本当にパロディなんだ。あー、そうだ。なんですか。僕が来て驚き恥じらう姿、ジャンヌ的でよかったよ。その演技しっかり覚えておくといい。いや絶対気づいてるだろうね、時刻と。演技じゃありません。ねえ。ねえ、気づいてるでしょ。大変なことになったな。寝て起きたら玉坂に戻るんだ。合宿が終わるんだな。みんなはどうしてるのかな。青、青いるだろこれ。青いるよ絶対。青いる、早めに寝よう。なんだよ、行くか。あの後どうしよう、どうしようどうしようどうしよう、誰にしよっかな、どうしよっかな。今ね、完全にネジ先輩の
あれを、あれがすごい上がってる、新水度がすごい上がってるので、ふみさん全然なの？解放してないのか。みのすけ行く？ぶつみのすけ。あんま関わってないもんな。ふみさん行くか。いやいやいや、ねじごくでいいや。でいいや。いや、がいいや。ねじ先輩は部屋にいるのかな。おや、立花くんじゃないか。あ、ねじ先輩。どうしたんだい、こんなところで。オートじゃない。まさか風呂場の逆襲。風呂場の逆襲。違いますよ。裸を見せ合った仲なんだから許してよ。ネジとミノスケとソウちゃん気に入ってくれて嬉しい。ネジとミノスケとソウちゃんみたいな人好きですね、僕は。あれ、ネジ先輩メモを持ってる。作業中だったのかな。邪魔しちゃ悪いか。部屋に戻ろう。ちょっと待ちなさい。はい。僕に話を聞いてほしそうな顔をしている。お、え、あ、いえ、そんな。あるいは僕が人と対話したいモードになっている。このその口実かい。え、いざ行かん、ホテルロビー。気が合うんだ。時矢さんはネジとミノスケとソウちゃんが好きなの。僕は青ちゃんも好きだけど。あ、引っ張らないでください。引っ張らないでください。引っ張らないよ。ダメだな。何のメモを取っていたんですか。秋公演、そろそろ仕上げないと激ヤバなもんでしてね。内容知りたい？いえ、台本を待ちます。教えようにもまっさらだけどね。誰か代わりに執筆してくれないかしら。全員が好きです。箱詞って言うんだね。それ箱詞ってそこにも適用されるんだな、こういうのにも。猫の手でも孫の手でもお化けの手でもいいから借りたいくらいよん。イオン。ネジ先輩ならお化けの手があったらもっと別のことに使えそうですけど。そりゃそうね。例えば、あ、1月8日に高校の演劇部の時、全国大会に行った脚本を千葉の高校はめちゃくちゃ金魚の会場でやるらしいので見に行く。へえ。な、普通にめちゃくちゃいい話してる。そりゃそうね。例えば、よし、録画完了。どうしました？来た、いける。え？あ、さらさらさら。ネジ先輩、ものすごい速さでペンを走らせてる。邪魔しないように黙っておこう。お化け、海、カリウッド。カリウッド？合宿を仕切って、自分も稽古をして疲れているはずなのに、こうやってみんなが休んでる時に舞台を作ってくれているんだな。よし、あとは打ち込めばいける。書き終わったも同然。いや、書いてないじゃないか。見てくれてるじゃねえか。お疲れ様です。おお、すまんね。声をかけておいての長時間ほったらかし。お礼に秋公演の配役を教えちゃおうか。お礼なのダメじゃないぞ。え、うそ、台本を待つって言ってたもんね。令和期待いける。令和期待の。楽しみにしてなさい。ちゃんと稽古しながらね。さて、一段落したからちょっと歩こうかな。君もおいで。はい。あー、ラブラブじゃん。そういえばオニキスのカイドウさ、オニキスの合宿場所を貸してよって頼んだ時、ネジにも刺激になるなって言ってたんだ。確かに彼が言う通り、こういう風景は僕の作業場じゃ見られないもんね。カイドウいいこと言うね。この合宿が終われば一気に秋が来るよ。ふむ。秋は波乱を呼ぶだろうね。一体どうなることやら。ま、この合宿で交通生の現状は見えた。これを生かして。え、立花くんだけまだ見えてないんだよね。隠してたからね。どこまで任せていいのか、どれくらいの力を発揮できるのか、謎すぎるの君。でも
このまま謎めいていてほしい気分よ。尽きることのない才能があるなら、僕はそれを見たいんだ。すごい顔してる。すごい顔してる。すごい顔してる。合宿もこれで終わり。ネジ先輩が求めているものが私にはあるのかな。うん、うん、だね。ちょっとね、いい笑顔でしたね、本当に。あ、戻ってきましたよ、学校。エチュード、夏休みボーナス、ナイス。あ、キート。そういや、橘って。ジャックで歌ってる時急にジャンヌ声混じるよな。え、あ、クォーツのあれか、動機に言われてんのか。あ、俺も気になった。妙に耳に残るんだよ、癖か。なんつうか女子が歌ってるみたい。緑川は本当にいいですよね。高音を出すとき地声が強く出ちゃってるのかも。地声どれ。これ声で女だって感づかれる可能性もあるのかな。悪くねえんだけど、癖は抜いた方がいいんじゃないか。浮いちゃうし。そうだね、確認しておくよ。この AB に落とす。それ同人誌だな。あるのかな。失礼します。あれ、お、立花休みなのに稽古か。熱心だな。おお、みのりか、こんなジャケット着るんだ。ジャケット、はい。みのりかは先輩もですか。そ、言い切らないで。休みくらいしか自分の時間取れないからな。あ、気にせずやってくれ。はい、まずは歌の確認。同期が言ってた通り、ジャックで歌ってるのに女子っぽさが強いかも。ジャンヌだと女性を演じてる分、女子っぽい声でも目立たないんだろうけど、ジャックはそうもいかないよね。歌の確認、歌の確認。声で女だってバレるのも怖いけど、ジャックとしても不格好かな。これからもジャックとジャンヌどっちもやる可能性があるし。どういうフックなのそれ。食らうのかな。ジャックは女声が抜けるように歌い方変えてみよう。ん、うん、少しはジャンヌっぽさ薄れたかな。ジャックジャンヌのタイトル回収きた。いや、だいたい来てる。歌い方変えんの。え、急に歌声が硬くなった。ちょっと試しただけなのにすぐ気づかれた。あ、ジャックで歌っているのにジャンヌ声が強いのが気になって。ああ、お前地声の音域がユニベール生の中でも高いからな。歌うとき高音の伸びが良くて明瞭に響くんだよ。それがジャンヌっぽいといえばっぽいけど、それってお前の個性だから潰す必要ないんじゃないの。また潰すだ。晒しで潰すのか。白田に言われたわけでもないんだろ。あ、はい。いやー、なるほどね。同期の子にそういう癖があるって教えてもらって、妙に耳に残るから癖を抜いた方がいいんじゃないかって。浮いちゃうからと。あー、気にすんな。うわあ、同期も悪気があったわけじゃないだろうけど、突出してるものを削る必要ないよ。緑川、緑川ちょっと いいぞこいつ。お前は潰しが効く何でも屋になる必要はないんだし、誰にでもできることをやろうとするんじゃなくて、お前しかできないことをやった方がいいぞ。それに俺、お前がジャックの時の歌声いいと思うし。かっこいいね。結構なんかあの、はいはいだという、なんかだるそうな、だるな人なんだけど。あ、キスしてる。気にすんな。かっこいいね。あ、本当ですか。夏公演で向井やった時も
ダンス曲で歌ってたろ。ベースは折り巻きでさ、ポイントポイントでお前の高音が入ってくるの。我らグレートガリオンですね。グラスの好きな男で。あれ、お前の高音がスパイスになっててよかったぞ。存在感あった。女子声使えるジャックってこういう使い方あるんだって感心したくらいだし、俺好きだな、お前の歌声。わあ。女子声使えるジャック、こんな人格者がギャルにめちゃくちゃされる。女子って聞いて女バレのこと考えちゃったけど、過剰反応だったのかも。そう、みのりかわ先輩はねギャルに囲まれてるから、男ギャルにちょっと浮いてるってのは確かにそうかもしんないけど。え、そうですか。高音に問題があるんじゃなくて低音が安定してないからじゃないかな。そのせいでうまく響く高音がポツンと目立つんだよ。確かに低い音出す方が苦手かも。原因はそっちにあったんだ。苦手かカタカナだな。少し見てやろうか。わっ、え、白田はなんだかんだジャンヌだからな。ジャックなら俺の方がわかるかも。一応ロードナイトのジャックエースだし、お前さえよけりゃ稽古つけてやるよ。うお、よろしくお願いします。お、お前こういうことには積極的なんだな。あ、すみません、つい。いや、いい、こうやって人から素直に学べるやつが伸びていくんだろうな。これぼやきさ、マレちゃんのことでしょ。これマレちゃんのこと言ってるっしょ、ヒートさん。あ、ダメだ、今ロードナイトのこと思い出すとへこむ。やっぱり。じゃあ稽古しようぜ。うん、オッケー、良くなってきた。本当ですか、ありがとうございます。飲み込み早くて教えやすかったよ。あとは自力でやっていけると思う。ゆるかさん、そう、心までは奪えないロードナイト生だから。上達した頃にまた聞かせて。じゃあ俺ロードナイトに戻るから。本当に。お疲れさん。愛さんのとこ。ありがとうございました。みのりかわ先輩の稽古わかりやすかったな。さてエチュードが17になるか。すごい良かったね、さっきの。弱小アンツィを唯一何とかしようとしてるアンチョビのような男。わかりやすいですけど、わかりますか皆さん、ガルパンは。ガルパン俺、映画一作目しか見てないよ。大丈夫かな、マリちゃんに会い行こう。キサー。あ、喋ってくんない。マレちゃん、マレちゃんたち、マレちゃんたち、楽しかったね。また海行きたい。わかる。明日にでも、うん。明日？やっぱ海は危険だよ。マレちゃんたち。だよね。何かあったのかな。だからわかるでしょ。これ日焼けかな。だからこれ日焼け、日焼け止め塗りまくってたのに海の日差しやっぱ強すぎ。なるほど。紫外線マジでやば、うん、焼けてるようには見えないけど小麦色だわ。溜まればいいんだけど。なるほどね。余計なこと言わないでおこう。バレちゃんたち、精神上げとく。9いくで、よし。取り巻きは気にするんだ。いや、マスクが、マスク焼けちゃうから、取り巻き。ミノスケのとこ行くか。来い来い、来い来い。来ない。少し歌っておこう。ん？でも、歌の稽古か。うーん。真面目だな、お前。カイさん、白田先輩、お疲れ様です。歌うのはいいけど、ケアも忘れないようにしよう。喉が乾燥しないように、こまめに水分を取ったり、喉の柔軟をして、柔軟？刺激物を食べるのは避けて。なんですか、カイさん、じっと見て。いや、しっかり先輩だなと。それはまあ2年ですし。そうだな。そんな微笑ましい顔して僕ら見ないでください。
タイさんにはあれか、太刀打ちできないのか、白田美月は。出かけますか。何もなければフミさんとも行こう。フミさんと全然交流してないので。へえ、そんな稽古があるんだ。カイさん、かわいそう。フミさんと校長先生。へえ。そこの呉服屋、初代姫彦からの付き合い。そうだな。俺も生まれる前から世話になってるから頭上がんねえわ。そういうのありますわ。ごひ、知らねえごひいきさんがガキの頃の話。へえ。僕の奥まで分かってくれる人はそう多くはねえ。そうっすね。ミステリアスでいいじゃねえか。ご主人すごい顔してるね。本当にありがたいですね。お邪魔します。魅力9にするか。とりあえず9にしとこうか。他のやつ、アイさん攻略したいな。 9はゴリラの話 しろようなやつだな。校長室にいるの。失礼します。あれあれ、じゃあ玉坂座の理事長は校長が。ん、ああ、お前か。おう、立花、お疲れ。じゃあ、俺は改めます。エニシさん。あ、それなら私が。ミネスケルートいい、やっぱり。絶対いいでしょ。いや、いい。では。Q の敗者復活見てないんだよな。おう。お話の邪魔しちゃったな。どうだい、エニシのやつは。え、あいつの担任っぷりはどんなもんだい。あんま担任じゃねえよな。生徒にはあまり深入りしないよな。周りの生徒と同じように私に接してくださいます。私が女だってことも知らないんじゃないかって思うくらい自然で。てか、キサちゃんも校長室フラットよく行くな。さすが演技講師だな。あいつは昔っから芝居がうまかったよ。そういや知ってるか、エニシはもともとクォーツ生なんだよ。へえ。しかもジャックエースだったんだぜ。玉坂座にもしばらくいたくらいだからな。すげえな、エニシ先生。そうだったんですね。敗者復活面白かったっすよ。あの最悪早くいつか聞いてみたらいい。まあ答えてくれるかは分かんねえけどよ。サエが最後13じゃないと、9か10だと思う。9、なんか最後13は厳しすぎるって仲間内で言ってて、9か10だったと思いますよ。あれはエニス先生、クォーツ生だったんだ。しかもジャックエース、それに玉坂座。すごい先生っすね。エニス先生、どんな生徒だったんだろう。終わり？終わった！そうかい。魅力上がるね。魅力上げとく？休んどっか。お出かけになっちゃうんだよな。君彦通り誰もいない。そうちゃんと話すか？そうちゃんと話そう。ある大喜利の人がハライチのタイムオーバーずっとネチネチ叩いてて最悪だった。まあね、タイムオーバーでも本戦でもやったからな、敗者復活した後。まあ、そんなね、なんかナイツの花輪さんはしっかり時間計りながら採点してたみたいですけど、
サちゃん。そういうとこあるよね、M1。お疲れ様、そうちゃん。何読んでる？浜坂雑誌。浜坂さんのことだけじゃなくて、ユニベールのことも書いてる。13代目、玉坂姫彦の、内姫。明治生まれで昭和まで生きた人。すご。西洋の舞台に興味があって、海外でいろいろ見て回っていた。その人が、当時、玉坂歌舞伎学校と言われてたユニベールをユニベール歌舞伎学校って名前に変えたらしい。へぇ。彦と呼んでいた男役を、ジャック、姫と呼んでいた女役をジャンヌって呼ぶようになったのもその人のアイディア。あ、じゃあ、ジャックジャンヌ。姫彦だったんですね、ジャック・ジャンヌって。玉坂座は今でも彦姫呼びだけど、玉坂座もこの人が大きくしたみたい。革新的な人だったんだろうね。ちなみにこの人の本名は、中座代理で、校長先生のひいおじいちゃん。へぇ、そうなんだ。ひいおじいちゃんってことは、中座代理、春の春理、夏の狩り、で、修理かな？どうなんだろう。その人いろんなお笑いファンの女性にオファーが迫ってることを暴露されたことあるから何を言った。どうなんだ。なんかそのタイムオーバーのツイート共有した気がしますよ。タイムオーバーしてたらしいっつって気がするんですけど、その人ですね。後で調べておきます。ダメだろ。残念すぎますね。稽古しなきゃいけないのに気づいたら調べ物ばっかりしてる。面白いね。ね。そうちゃんは可愛いっすね。お笑いファンの女性にオッパゴ迫るなよ。お笑いファンの女性にオッパゴ迫るなよ。なあ。後藤 CS さんで、SC さんではない。はい。ちょっと待ってね。辛い気で、確かやってたはずなんだけど。あーでも俺共有してないや、多分。ちょっとハライチはね、あれですよね、ちょっとわかんないわ、誰のツイートを見てたかわかんないけど、ハライチはあのスピッツの名前をつけてやるのシャツ着てたね、着てましたね。岩井さんが、青ちゃんに会いく、あれ？いやいや、スガチ先輩いるじゃん。おうちゃんに会い行きたいんだけど。スガチさんちょっと話そうか。スガチさん結構好きっぽいな、俺。いや、話してくれよ。喋らへんのかい。ランニングしてる。すっごい。あ、バレちゃう。外で見ると、ジャンヌ感ゼロ、影薄い。割れちゃう。顔薄いからメイクするとめっちゃ映える。へぇ。そのメイクなんだけどさ、菅氏先輩のメイクなんか知ってる気がする。知ってる？見覚えあるっていうか。その通りや。でしょうね。おしなり先輩。お姉ちゃん。おや、お兄ちゃんだわ。カイドウに頼まれて、聖夜かな？菅氏、これが菅氏か。違う？いや、菅氏じゃん。アイラインの入れ方とかもろにそう。へぇ。そう考えるとお兄ちゃんのメイクとはいろいろ違う。へぇ。へぇ。すがち、清春か。はい。すがち、すが。おにきさ、ダンスが激しいからロードナイトと同じでメイクしてちゃダメ。へぇ。最初に教えたメイク、公演中に落ちそうになってた。やばいね。清春が天気化せて幕まで直した。あれしてるんだね。協力し合ってるんだね。いいね。閉めるか、ネジさんで。喋らない。あれ？うん。空を見上げて小走りで駆け出した。雨が降るとか。嘘。でも晴天。これから雨が降るようにしか見えない動きをして、伝わってるだね、立花君。あと去年から M1 の煽り V 編集してる人とチーム戦の大喜利で優勝したことある。すごっ。カイドウ・スガチピア本当に大好き。まだそこまでなんか言ってないけど、スガチさんすごいいい人ですよ。で、カイドウさんもなんか
いい人っすね。 RV 編集してるのすごえ、僕は今急に雨に降られて軒下に避難する男を演じた。どうして？ジェスチャーゲームがしたかったから。え、するとどうだい、君はしっかり空を見上げ、雨の気配を感じたじゃないか。いやすごいね。晴天さえ曇天、大雨、大嵐に変えてしまう。それが演技。じゃあ次は立花君の番ね。え、僕に何か伝えてくれ。はい、どうも。あ、はい、オッケー、ぼちぼち終わろうか。夜じゃねえか。ジェスっぷり。夏休みは明日までか。気をつけるといい。はい。と言っても、いろいろ食らうかもね。なるほど。なんかあるのか、明日。これ一日、これなんかありそうだな。集まって、うんぬん、集まってうんぬんみたいなのがありそうですね。武闘が弱いね。武闘ちょっと高めて。お、やっぱりなんかあるね。夏休みも今日までか。すぐに秋公演の準備が始まるんだろうな。ん？誰かいる。うわ、怖え。あの人、SX。 また私を見てる。田中右先輩。桃梨学徒。田中右。こちらにいらっしゃったんですね。舞台の準備が整いました。なんか怖いやつら出てきたんだけど。 SX だろこいつ。アンバー一同、注意さんの思うままに。注意、神谷打つし。田中右注意。行っちゃった。おーおお、立花君、ここにいたのかね。すげえ奴らがいた。アンバー、江西先生がクォーツ寮に集まれと言っておるよ。おお、や、珍しい。注意がお空の下にいるなんて。注意？田中右注意、僕の後輩、アンバーの77期生。うん、アンバーの神様さ。ルイージ怖がってる。右のやつ倒した方がいいやつこれ。夏休み最終日に集めて悪いな。今日はユニベール劇場でアンバーの凱旋公演が行われる。凱旋？凱旋公演ってどういうことっすか？アンバーは海外の演劇界から熱烈なオファーを受け、海外公演をしていたんだ。ええー、え、すげえ。ちょうど僕らが夏公演をやっていた時期にね。あ、それでダブった、かぶったのか。それでアンバーは夏公演不参加だったんですね。舞台は高い評価を受け、拍手喝采のもと幕を閉じた。それを祝して凱旋公演が行われることになったんだ。田中インライスフィールド、右ライト、インライスフィールドライト。注意は？注意何？もともとはユニベール支援者に向けての公演だったが、校長先生の意向でユニベール生も感激できるようになったそうだよ。注意って変な名前すぎる。ふみさんとカイさん、表情が険しい。急な話だ。自由参加でいい。話は以上だ。夏公演の裏でそんなことがあったんだね。アンバーのクラステーマって暗躍だったよな。まさにその通りじゃねえか。暗躍してますね。アンバーって個性的で優秀な生徒が集まりやすいんだよね。その最たる例が田中右先輩なんだろうけど。田中右先輩の演技生で見んの初めてだわ。どんなんだろうな。そんな楽しいものじゃないぞ。楽しいもんじゃない。え、半端な気持ちで見るもんじゃないあれは。ああ、立花、お疲れ。あたるくん、お疲れ様。笠井くん、オニキス全員揃ってるみたいだね。カイドウ先輩から全員参加するように言われているんだ。しっかり目に焼き付けておけって。あ、キサー。マレちゃん、マレちゃん、ロードナイトも来たんだ。まあね、暇つぶしになりそうじゃない。
みのりかわ先輩には見ない方がいいって言われたんだけど。そう、先輩優しいんじゃないの、みのりかわ先輩。もしかしてこれどうして？お前たちが見たらやる気がなくなるってさ。ロードナイトはオニキスと真逆だね。クォーツは何か言われた？うちは自由参加でいいってことだったけど、先輩たちいつもと様子が違った気がする。それはオニキスもだ。言われてみれば、うちも。アンバーってやばいのか。いるんかい。来たんか、シロタ。いるんかい、ムールガイ。まったく、話題にこと書かない同期だよな、田中右は。アンバーよ、あなたは私のすべてを許し、すべてを信じ、すべてを包み込んで。嫌でも来るさ。僕ら77期はあいつから逃げられないんだから。テムール街かい、酒蒸しにして。酒蒸しにしたら酔っ払っちゃうよ、オン様。サタバサ、何入ってると思います？田中右が入ってました。かい、ついに田中右が帰ってきたな。まったく、怖い後輩がいたものね。あいつを初めて見た時の衝撃は今でも忘れない。サマスの中ですよ。カイドウノートに書き殴った。田中右注意という名前。やつの才能は俺が見立てた通りだった。書き殴らんといて。彼が出た公演は全てクラス優勝。そして当然取るのは個人賞金賞。クォーツをクラス優勝に導き続けた月先輩みたいじゃない。僕開けていいですか？どうぞどうぞどうぞ。ミノスケなんか思い詰めてるな。そういえばフミはどこかにいるはずだ。一人で見たいんだろ。僕が10人いればそれがドリームチーム。一瞬来た。うちの子も見に来ているようだけど、さてさて、何人生き残れるかな。生き残る。始まる。知るかない。怪物がいた。アンバーという巨大な怪物が舞台上から聴衆を骨の髄まで食らい尽くしていた。オークション開始の時のフィンクスとフランクリみたいに、とっとと全員くたばるで。まあ、くたばそれっぽいことに なりまして。心は濁流に飲み込まれるように遠くへさらわれていく。そして怪物の胃袋へと運ばれていく。怪物の手足が縦横無尽にうごめく。統制された無駄のないその動き、その中心に彼がいた。目隠しと手と指と、あとピッチリスーツが大好きアンバー。ネジ先輩もピッチリスーツ着てたんかな。田中右注意。闇の中でもひときわ輝きを放つギラギラと刺すような視線は、まだ息の根がある獲物を探しているようだった。この場にいたくない、それでも離れられない。呼吸の仕方も忘れてしまうような時間。気づけば静かになっていた。舞台は終わっていた。そこには拍手の一つもなかった。拍手はせえや。人が真に心を奪われた時は身動きすら取れないのだと知った。うん。ニコニコしてるフミさん。一瞬エリアが映ったけど。明日の準備しないと。
大丈夫かこれ。こういうのって食らえるだけの感性なかったら食らわないから楽勝っすよ。どういうこと？なるほどね。感性を潰すってこと。なあ、昨日のアンバーの凱旋公演、ユニベルセ A だ。なあ、あんなの絶対かなわねえよ。みんな昨日の舞台の話ばっかだな。すごい公演だったもんね。そうちゃん食らってる。秋公演じゃあのアンバーと戦うんだよな。どうやって戦っていけばいいんだろう。今のレベルじゃ到底やり合えねえよな。なんとかしないと。なんとかしなんと。おい、どうしたよ。ながさっきからちっとも喋ってねえぞ。ごめん。お前もアンバーと田中美先輩に当てられちまったのか。当たってるねこれ。それもあるけど、それ以上にキサちゃんと鈴くんがすごいなって。え、何が。気持ちがちゃんと前を向いているから。引き声の2本目の後がこんな空気だ。あれは CM 入ったからでしょ。オズワルドちょっとなんか優勝すると思ってたんですよ僕。しなかったっすね。え、俺ら今アンバーがやべえって話しかしてなかったぞ。二人とも秋公演を見据えた話をしてたでしょ。いやでも錦鯉の日本もすごかったし、ってかインディアンスもすごかったっすね。よかったっすね。いやだって次は秋公演だし。それがすごいんだよ。そうちゃんどうしたんだろう。やめたくなってるな。そうちゃん、田中右の舞台が頭にこびりついて離れねえよ。もう3年生だ。わかる。昨日はうまく寝つけなかったわ。クォーツ3年の先輩たちも昨日の話をしてる。田中右先輩の影響力すごいな。はあ、月先輩がいればな。え、クォーツ3年の悪い癖ですよそれ。お、先輩に口出してる。物申してる。シロタ、いない人を頼ってどうするんですか。ネジ先輩にも散々言われてきたでしょ。いやだってお前は月先輩のこと知らないだろうけど。知っていたとしても同じこと言いますけど。まあお前ならな。ったく。どうした美月。いつもの立花月病ですよ。田中右が絡むとすぐこれだ。今の月病。ああ、俺たち76期はどうしてもな。お疲れ。みんな集まってるかい。ふみさんがいません。ダンスルームじゃないのか。もう来るだろう。分かってるじゃん。一心伝心じゃん、みのすけ。お疲れ。ごきげんよう。みんな揃ってね。さてさて、夏休みは昨日で終わり、終わりがあれば始まりもある。そう、秋公演のお時間だ。台本できたんすね。じゃあ今から配役発表。もったいぶらずにお伝えしましょう。秋公演の演目はメアリー・ジェーン。メアリー・ジェーン。メアリー・ジェーン。舞台は海にポツネンと浮かぶ隔離用島。隔離用ね。変わり者の人形師が死体をつなぎ合わせてゴーストのお友達を作るお話さ。あ、本当にゴーストのうちになってる。え、死体で。さ、では簡単なあらすじとともに配役発表といこう。隔離与党には変わり者の人形師がいた。名前をメアリー・ジェーンという。作品を冠する名前。これにアルジャンヌ・高階サラフミ。やっぱフミさんか。当然だね。当然だね。ああ、やってやるよ。フミさん、いつもと顔つきが違う。アンバーと戦うもんな。続けるよ。メアリーは島の人たちに忌み嫌われていつも一人ぼっち。そんな彼女にはどうしても友達になりたい相手がいた。小高い丘の上、小さな教会に住むゴーストだ。
教会にゴースト？一番嫌がりそうな場所なのに。教会のゴーストたちは、そんじょそこらのゴーストとはわけが違う。わけが違う。いつも明るく、とにかく元気。毎日パーティーを開いて陽気に歌い踊っている。ゴーストたちと仲良くなりたいメアリーだけど、声をかける勇気はない。孤独に思い悩むメアリーはふと気がついた。死んだ人間を材料にお人形を作れば、自分だけのゴーストが作れるのではないかとね、うん、そんなメアリーの手によって生み出された死体で作られたお人形のゴーストジェイコブ・ジェーンにジャックエース・ムツミ・カイ。ジェイコブ・ジェーン。ああ、わかった。役目は果たす。カイさんの表情が硬い。メアリーはジェイコブの誕生をきっかけに教会のゴーストたちと親しくなっていく。名のあるゴーストは3人。まずはゴーストたちのリーダーで10秒後の未来を見通すことができる牛の子。これにジャック、僕、ネジコクト。牛のコクかな。占い師系好きだね、ネジさんは。次に教会の主、ゴーストたちのママ的存在、シスターゴーストにジャンヌ・シロタ・ミツキ。ママ、嫌な役だな。ママ。そして斧で頭をかち割られ、脳みそが半分ないのを麻袋で隠しているブクロ。これにジャック、大鳥教授。大鳥。なんですかその役は。ちなみに麻袋をかぶっているから顔は出ない。なぜだが、織巻や橘よりも先に名前を呼ばれた。これでやっと僕があいつらの上に。今更ではないんじゃない。牛のコクかなって思ったんだけど、牛のコクって何って。僕は牛のコクの意味を知らないので意味がないですね、気づいても。お次はアルジャンヌ、ジャックエースに次いで重要な役どころだ。ついで。なぜ。変な画面、でけえグラサン、麻袋の音が。そう、その通り。ポツネンと浮かぶカクリオ島にやってきた異分子、謎の旅人2人組。その正体はゴーストを狩るカリウドだ。彼らの目的はゴーストの殲滅、ゴーストを愛するメアリーと対立することになる悪役だ。悪役。まずは2人組のリーダー格、ゴーストを殺すためならどんな手段も厭わない知的で狡猾な男、ジャン・ホセ。なんでマリオとルイージそんな怖い顔できてんだ。面白いよ、本当だな。早いよ、ホセ。これにジャック、折り巻きせず。ジョースって書いてホセね。早いよ、ホセ。どうきた。あ、知的で狡猾。大丈夫かな。知的で狡猾。そしてもう一人、社交的で人懐っこいがゴーストへの理解は一切ない、無慈悲な青年、シャルル。シャルル。これにジャック、立花キサ。ジャックだ。私だ、頑張ります。立花、今度はジャックでコンビだな、よろしく。いいね。うん。新人公演、夏公演に続いて秋公演までいい役なんて、名実ともにクォーツ78期生のエースだな。シャルル・バルーンピー、そんなのがあるんだ。うん、かわいい。とてもかわいいですね。コンビとしてもバランスいいし、これから組むことも多くなるんじゃないか。そうちゃん。カリウドの二人は島のゴーストだけではなく、ゴーストを生み出したメアリーまで始末しようとする。窮地に立たされるメアリー。そうちゃんってもしかしてキサのこと好きなんじゃないの。だけどゴーストのみんなと協力してカリウドたちの船を奪い、カクリオ島から逃げ出すんだ。彼らは自由を目指して旅に出る。陽気に歌いながらね。これがメアリー・ジェーンの大まかなあらすじ。配役発表も以上だ。
そうちゃん。あ、ヨナガ、ヨナガ呼ばれたか。オリマキ、うるさい。いや、だって今回はアンサンブルが活躍するシーンも多い。島の人々や狩人の仲間たちによる大立ち回りもあるからね。そしてそして、みんなご存知の通り、秋公演からアンバーが復帰する。この演目でしっかり勝ちに行きましょう。では台本配ります。そうちゃんの名前ない。うん、始まりは嵐の海。木の葉のように揺れる船で船員たちが叫んでいる。舵を取ろうとするも、ドーンという大きな音、そして衝撃。浅瀬に乗り上げた船が大きく傾いていく。悲鳴は雷鳴にかき消され、そして静かに。舵に行くためにそうちゃん焦ってるじゃん。言わないで。そう、鈴くんが気使えてなくて、あの美月先輩がねめちゃくちゃ気使ってるんだよね。ここそうちゃんいないとおがくずさん寂しいよな。場面が一転し明るい空、音楽とともにナレーション。ここはメアリー役のフミね。空があって、海があって、島がある。鳥は飛び、魚が跳ね。今日も彼らはせっせと働く。大事なことを忘れたまま、大事なものを失ったまま。っていうか、大鳥くんは夜長に勝っちゃったんだ。そこは海に浮かぶ隔離を通、いいところをあげればキリがない。贅沢しなけりゃ楽園さ、贅沢しなけりゃ楽園さ。夜長。太陽、月、星、そんな多い。やめろやめろ、サネ付けなんで弾かれねえんだ。ジャンヌの声いいっすよね。フミさんの声もいいけど。そうちゃん。お疲れ様。台本見たけど、二人とも重要な役どころだったね。すごいよ。僕も合唱や群舞で出番があるから頑張らないとね。そうちゃん、そうちゃん攻略しないといけなくなってきた、だんだん。ついにというか、ようやくというか、とうとう一年から脱落者が出たな。大鳥、未熟なお前を夏公演まで辛抱強く使ってくださった先輩方のご恩情に感謝することだな、ヨナガ。こんなに難しいこともスラスラと言えちゃうなんて、やっぱ大鳥はすごい。何言ってんだよ、ヨナガ頑張ってただろうが。頑張っていた？努力するなんて当然すぎることを盾にしないでもらえるか。だと？大鳥かわいいっすね。鈴くん、いいんだ、大鳥くんの言う通りで。ごめん、先に寮戻るね。じゃ、おい、ヨナガ。一人にさせてやればいい。お前たちと一緒にいても惨めになるだけだ。いいこと言ってる気がする、大鳥。はあ？どういう意味だよ。私、追いかける。立花。やれ、今一番一緒にいたくない相手だろうに。大鳥はそうそう、教養あるしさ、こういうところであのめちゃくちゃ理解してんだよな、状況。悪いこと言おうとして理解してるから、理解してる状況。そうちゃん。そう、本当に本当にいいセリフですよそれ。今一番一緒にいたくない相手だろ、これマジでしっかりしてる。本当に大鳥すごい好き。そうそう、真っ白になってね、ちょっと逆にリーフになってたけど、やっぱ大鳥好きだな。あ、キサちゃん。おう、つい、ごめんね、心配かけるような態度取っちゃった。大丈夫大丈夫だよ。無理さしてんだよキサちゃん。どこかで思っていたんだ、僕の名前呼ばれないんじゃないかって。思うな思うな。え、新人公演に夏公演、2回も舞台に立たせてもらったのに、これといった結果を出せなかった。でもそれ以上に気持ちが負けていたんだよ。昨日田中美希先輩の舞台を見て思ったんだ。次はそうちゃんだな、攻略対象は。僕じゃあの人には勝てない。あの人とは戦
戦えないって。途中から田中美希先輩のことを見ていられなくなった。でもキサちゃんや鈴くんはしっかり見ていたんだよね。しかもちゃんと戦おうとしてる。これが選ばれる人と選ばれない人の差なんだ。そうちゃん、でもごめんね、愚痴っちゃった。追いかけてきてくれてありがとう。全ルートしかないだろこんな。今はちょっとだけ一人にさせて。あ、そうちゃん、選ばれる人と選ばれない人。ユナがそんなこと言ってたのか。夏公演の時俺ヨナガと組んで社交ダンスを踊ったろ、うん、ヨナガ毎日メモ帳に反省点書き出してさ、繰り返し繰り返し練習してんだよ。そうちゃんの声、声優さんすごいっすよね。あのポツネンとこつぶやく感じのあれが本当にすごくて。ヨナガすげえ頑張ってたんだ。立花、多分あいつはお前と、いや今する話じゃねえか。くそ、こんな気持ちで秋公演に挑まなきゃなんねえのかよ。これやば、やばいっすね、これちょっと。まさかこんなところで一人佇んでいるとはね。ネジ先輩、僕もお仕事全部放り出して一緒に佇んじゃおうかな。お隣失礼。ネジさん、夜長君はね、舞台に立つことに対して迷いが生じているようだった。え？何かを作る上で悩み惑うことは健全だよ。でもね、その負の創造性が彼の心を舞台から遠ざけているように見えたんだ。アキコしたらそうちゃん覚醒来るだろこれ。そんな状態で舞台に立っても彼のためにならない。コーツにとってもね。だからそうちゃんは休んだり考えたりする時間もたまには必要さ。君と佇んでいるだけの今の僕のようにね。ネジ先輩もすげえ声いいんだよな。でもいつまでもそうしてはいられない。僕は戻るよ。君もあまり長居しないようにね。もう始まってしまったんだから秋公演の準備は。うん、全部9になったな。もう表現だ。ちょっと、メアリー・ジェーンの世界観を掴んでもらうため、今回は早めに歌の稽古を始めるよ。物語のラストにみんなで合唱する歌だ。ラストの曲最初にやる。この曲を聴けばどんな物語か想像しやすくなるんじゃないの。しっかり聴いておけよ。はーい、今みかん剥いてます。ゴーストパーティー、びっくりがついてる。スペイン語かな。よし、みかん剥き終わりました。ハードで行こう。エキスパートだけなんか星やべえよな。はい、ゴーゴー。キャットジャム、ありがとう。
使います。あれフランカーフェイスじゃなくて なんか入れてるはずなんで使えますね。キャットジャム、キャットジャム可愛いよね。歌に自信がないなら歌唱の稽古をしておけよ。なるほど、こういうテイストな。うんうん、ブラウザだけなんですね。代わりにストリームエレメンツ上ではちゃんと反映されるんで、登録してないや。どうやるんだっけ。出ないわ。キャットジャム入れてんだな俺。キーさん。マレちゃん。アンバーの男性声やばすぎじゃない？めちゃくちゃ怖かったんだけど、この人食らってないタイプだな。おかげさんの言う感性がないとってのない方じゃないこれ。マレちゃん可愛いよね。よかったよね。怖すぎて夢に出てきたもん。夢に。ロードナイト生がみんな私に背を向けて立って全然こっち向いてくれない。ああ。みんなの顔が。全部田中中尉の顔だったの。怖え。ゆきも英子もね、美濃川先輩もお兄ちゃんも全員お兄ちゃん呼び名の可愛いな。もうやだんだよ。超怖。さて、エチュードだ。さあさ、今日は台本片手に動き回りましょうぞ。ジャックシャツだ。ここは穏やかな波打ち寄せる隔離音と。穏やかな波打ち寄せる隔離音。島の人たちはこの島でなんてことのない日常を送っている。島の人たち、ざわめきをよろしく。はい、わかりました。今回の舞台メアリー・ジェーンには群衆が必要だ。群衆が必要。隔離音島の住人とゴースト退治に来る狩人の仲間たち。そうちゃんは島の住人の一人。そうちゃん、今日も魚を釣らないと。平穏な日々。しかし島の人たちが何かに気づき囁き始める。カリウド様。そう、カリウド様。ドールマンだ。ドールマンが来た。島の人々がドールマンと呼ぶのは人形師のメアリー・ジェーン。さあ主役の登場だ。カイさん、フミさんのあの感じ。飛ばしていくつもりだな。飛ばしていく。人形、人形はいらんかね。一家に一体お人形。ドールマン特製の可愛いお人形。飛ばしてるのかこれが。お一つどうです。お一つ買ったら二つ目もどうです。バナナと言ったらドールじゃない。強引ですが消えました。3つに4つ、5つ、6つ、7つ、家族割もありますよ。携帯じゃん。お題は食べ物一つで結構。むしろ食べ物一つが重要。この空腹を満たすのに金貨も銀貨も役立ちませる。すごい、動きもセリフ回しもどれも面白い。やあジェントル、こんにちはの握手をしよう。おや、飛ばないトビウオのように活気のない顔だ。私の人形を抱いてごらん。
たちまち元気が出るよ。ふみさんやばいな。やあレディ、こんにちはの握手をしよう。今日も青魚の腹のように透き通った肌をしているね。そんなあなたには私のお人形がぴったりだ。少年少女、ジジイにババア、みんなこんにちはの握手をしよう。その手で私の人形を抱こう。ジジイにババア、私はメアリー、メアリージェン、人形師のメアリージェン。誰も名前を呼んじゃくれないドールマンさ。ふみさん見てたらとんでもなく面白い舞台になる気しかしねえ。やっぱりすごいや、ふみさんは。父ちゃんは才能あるものを見るとなってしまう。怖いくらいだ。ここから狩人コンビ行くよ。よし行くぞ立花。うん、鈴くんが演じるのはジャン・ホセ、私はシャルル。1年からあれだよね。まあ家がね、いい家だってことをリリーさんの配信でちょっと知ったんで。遠い国からゴースト退治にやってきたカリウトだ。なるほどなって感じなんだけど。2人は目的を遂行するため旅人のふりをして隔離予島のことを探っている。おやおや、シャルルご覧なさい。人形を抱いた女が港町の群衆を追いかけ回している。私たちの国ではなかなか見ない光景だ。ジャン・ホセ知らないの？あれが噂のドールマン、嫌われ者の人形師だ。いい、できてるじゃん。ん？噂とは？ドールマンが作るお人形は悪魔のお人形。肌は血が抜けたように真っ白で、唇は滴る血のように赤い。その秘密は、聞いて驚け、死体を使って人形を作っているからだ。オリマキと立花、調子悪いのか？相対的じゃないのか？バカ、フミさんの後だからだよ。そうだろう。他にもこんな話がある。ドールマンの人形は呪いのお人形。あの人形を抱いて眠れば、悪夢にうなされ寿命が縮む。冥府の扉が静かに開いて、ゴーストたちの仲間入り。本当ですか？噂さ。でも島の人はみんな信じてる。ドールマンじゃなくてゲールマンやないかい。いや、そうかな。そうかな。さっきのフミさんのセリフよかったよな。なあ、舞台見終わった後も耳に残ってるやつだ。これ、おい、やべえぞ立花。追いつかないと。みんな俺らのこと見てねえ。織巻くん、君が演じるジャン・ホセは知的で狡猾な男だ。普段は穏やかな海のように静かに。ジャック。あ、はい、知的で狡猾、穏やかな海。海？織巻くん、波がザザーン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 。バカなの。ジャン・ホセが落ち着いている分、立花君はもっと明るく活発にお願いね。逆になってるわけね。はい、ほら見て、ジャン・ホセ、彼女に会うと島の人たちはみんなゴーストにでも会ったかのように逃げ出してる。視界にも入れたくないようだね。穏やかな海はミランで地元マスコミに叩かれまくっていた本田圭佑。かわいさすぎる。はい、そこで珍獣でも眺めるかのようにメアリーを見る。特にシャルルの視線は明け透けだ。その視線に気がつくメアリー。はあ、ふみさんが私を見た。好奇心旺盛な目、キラキラしてる。下ろしてるな。ふみさんが、メアリーがステップを踏みながら駆け寄ってくる。おや、君たち初めて見る顔だね。見つかった。ふみさんの演技を真正面から見たのは初めてだ。いやあ、初めまして。私は人形師のドールマン。握手をしよう。おっと、ごめん、俺の国じゃ握手は殺し合いの合図なんだ。へえ、陽気な風習だね。大丈夫、
殺し合いをするつもりはないよ。陽気な風習じゃないだろ。フミさんは踊るように演じて歌うように語る。演者の私まで見入ってしまう。この人形を見ておくれ。素敵なお人形だろ。島の人たちもみんなこのお人形が大好き。売り切れ前にお一ついかが。こいつイケシャーシャーと嘘をついてるぞ。細かいことは気にしないで、お題は食べ物一つだよ。クオーツのアルジャンヌ、高階サラフミは天才なんだ。天才なんだ。はい、カリウドコンビと島の人たちはハケて次のシーン行くよ。キサちゃん、スズくん大丈夫？フミさんヤバすぎんだろ。みんなフミさんに夢中で俺らなんか見ちゃいねえ。いや、それでいいんじゃないのか。僕も夏公演の時そうだった。ほら、僕フミさんと絡みが多い役だったでしょ。フミさんが華やかすぎて隣に立つと霞むんだ。劇場にいる人たちもみんなフミさんを見てる。フミさんだけを見てる、うん、僕はフミさんの飾りにさえなれない。無だよ。このままじゃ霞むどころか消えちまうのか。ね、そうちゃんいい子ですね。敵役が消えたら話にならないぞ。お、先輩。白田先輩、お前たち出番も見せ場も多いんだからな。今回は盾もあるらしいし。盾ね。とはいえフミさんに負けない存在感を発揮するのは至難の技だけど、カイさんくらいだよついていけるのは。じゃあメアリーが死体をつなぎ合わせて作ったお人形、カイ演じるジェイコブが動き出すシーンやるよ。めっちゃ楽しみなんだが。ここ、おはようメアリー。メアリー、私のことをメアリーと呼んだのかい？誰一人呼んでくれなかった。私の名前を。そうだよメアリー、あなたはメアリー・ジェーン、僕のママ。イノスケ、ダメだそれは。そして僕はジェイコブ・ジェーン、あなたが作ったゴースト。イノスケ、ママとか言っちゃダメだ。イノスケ、カイさんはフミさんと並んでも存在感がある。役の本質を掴んでいるんだよ。だから言葉にも動きにも重みがある。本質。あ、そうか、だからか。どうしたの鈴くん。俺まだジャンホセのことわかんねえんだ。だから探り探りセリフを言ってて役に芯が通ってないんだよ。みのすけ赤ちゃん説。いや、ママって言っちゃダメでしょっていうのはあれ。これは拒否で。ごめんなさい、岡村さん。そんなペラペラな演技見てもらえるわけねえよな。それ M 校と同じ。知的とか狡猾とかお前には縁がないからな。はい。そういうのはありがとうございます。そうなんす。あ、そうなんす。そうなんす。そうなんすじゃん。そうなんす。そうなんす。本名だから。そうなんだよな。ただなんかまあ弾かれたもん。台本読んでもわかんないから稽古しながら掴んでいこうと思ってたんですよ。僕だってネジさんの指示を聞きながら役を固めていくつもりだったよ。それじゃ足らないんだね。僕一人で役を掘り下げるの苦手だし。でもフミさんにあれだけ飛ばされちゃうな。ま、この勢いでいかないとクラス優勝できないってことでしょ今回は。やっぱそうだよ、まあ、普通にちょうどよかったわ、その言葉をブロックできたので。アンバーが、田中美希先輩がいるからですね。田中美希の観客を圧倒する複雑怪奇な舞台は芸術品とまで言われているからね。対するクオーツはエンタメ色が強い。どれだけ人を楽しませられるかにかかってる。エンタメ色、確かに。ネジさんの影響も大きいけど、立花月がいた時代からその傾向があったらしいよ。ユニベールの至宝っすね。月にだ。エンターテイナーの立花月、
アーティストの田中右よく対比して語られてる、うん、それで言うとフミさんは本来あいやそれはいいかアーティスト技術でしょフミさんとにかくフミさんのスピードについていけなきゃアンバーには勝てないってことでもフミさんについていくなんていややるっきゃねえだろやるっきゃないかくどうしたらいいのか全然わかんねえけどフミさん俺らについてこいって言ってんじゃねえのかこれだったらついていくっきゃねえそれに俺フミさんだろうが負けたくねえしなお前もそうだろ立花負けたくないわよ私もフミさんには負けたくないだよなだよなフミさん相手にそんなことが言えるなんて負けん気だけは人一倍強い奴らだななんだ面白そうな話してんなフミさんフミさん今フミさんに絶対負けねえって話してたんすよ言っちゃうんだ言っちゃうんだトトくんマジでそのとこいいへえそりゃ楽しみだなそういうとこ多分フミさんも大好きだと思うトトくんのそういうところよし稽古終わったら俺ら狩人コンビの掘り下げしようぜうんそう良さであるんだけどそうちゃんとさ食い合わせ悪いよね鈴くんって多分うんめちゃくちゃほらすごいなすごいよ二人ともお前も男になるんだよそうちゃんその秘密は聞いて驚け死体を使って人形を作っているからだ本当ですか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 ？なんかうまくいかねえ話し方も考え方も体の動き方も全部なんか違う気がする眠らゾウやルイスはすんなり入ってきてたんだけどな役の役だからねジャンホセは今までの役とはタイプが違うもんね体の使い方変えてみるかもっとこうって大丈夫おお軽くひねっただけうびっくりした少し休もうかえぎえぎえぎふみさんについていかなきゃなんねえんだ休んでる暇ねえよよしもう一回始めからやろうぜすずくん大丈夫かな怪我しそうだなこいつお出かけだなあふみさんソテカフェラグさすいや絶対怪我するでしょフミさんと着物を着た男の人がいるユニベールには一度も来たことがなかったのにどうしたんだよ急に一助兄貴一助兄弟で話すのは久しぶりですねフミさんどうしてもあなたにお願いしたいことがフミさんのお兄さんみたい二人とも顔が険しいどうしたんだろうやはり高階の家を高階日曜の名を継ぐのはフミさんしかいないと思うのです一応知ってるだろうそういう古いしきたりに嫌気がさして俺は家を出たんだよだいたい家には兄貴がいるじゃねえかそれでいいだろう舞にかけてはならぬ花私にはお前のような花がないんですそのことは私が一番わかっている東大である父上だってあなたのことを認めています珍しいよね高階の歴史と伝統をつなぐためにもあなたが家を継ぐべきなんです今すぐにでも珍しい、うん、すごい認めてるのに逃げ出すっていうの珍しい気がするえ今すぐだからどうかこんなところにいないで戻ってきてくださいこんなところ勝手だな
俺はユニベールの生徒なんだ。高階の人間じゃねえ。じゃあ、いや、フミさん、フミさん呼びなんだね。家も名もお前には取るに足らんことだろうね。でも高階日曜の名はお前を求めているのだよ。親族ユニベールこんなところ言いがちっすね。ねえ、城田美月先輩のね、親もそんな感じだったし。はあ、お前も妙なところに居合わせんな。あ、すみません。バレてえら。ちっと場所変えるか。まいったもんだね。入学してからこの方ずっと音沙汰一つなかったってのに。うちさ、日本舞踊の家元なんだわ。高階流って言うんだよ。歴史は玉坂座に比べるとちっと浅いけど、200年以上続いてて、生まれた時から扇を持たされるような家だ。すごい家だ。小さい頃は親父や兄貴の真似事して、いつも踊ってたよ。でもさ、成長するにつれて踊り以外の部分が見えるようになってきたんだ。踊り以外ですか？古い慣習、閉鎖的な匂い、むやみやたらと膨らんだプライド、歴史の檻だよ。歴史の檻。現に親父は俺が外に興味を持つのを嫌った。俺に家を継がせたいから逃げられたくなかったんだろうさ。でもそういうもの全部に嫌気がさして家を出たんだ。フミさん、そんなことがあったんだ。そういえばフミさんの舞見たことがある。入学式の時だ。俺やばいな。聞いちゃおう。それがなければ後を継いでいたんですか？それってのは、外への興味、檻か。慣習にとらわれず開放的で、いつも踊りに誠実で、当たった、自由だったらってことか？はい、フミさんが和物の舞を踊っているのを見たことがあります。家の踊り自体は好きなんじゃないでしょうか？先輩によくそのこと言えるな。ああ、なるほどね。そういうこと言われたのは初めてだな。俺の周りにいる奴らはあまり干渉してこないから。あ、すみません、変なこと言って。いや、いいよ。思ったこと言ってもらえんのは助かる。そうだな、肝心の舞をないがしろにしてんのが許せないんだろうな。なるほど、分かった。フミさんはお家の舞を大事にしているんですね。大事大事。そうだな。うちの舞はさ、型にはまらない自由さと、ついと目を引く艶やかさを重視してんだよ。そもそも高階の品は、品を作るの品から来てるからな。品を作る。そうだな、こんな風に。額の角度はこう、目は流してやって、顎を引きゃどうよ。エロスチルレジスチル、エロスチル見るぜ。フミさんすごい。体の隅々までしっかり意志が通ってる。フミさんの体に染みついた日本舞踊の美しさがアルジャンヌにも通じているのかもしれない。これがフミさんの武器なんだお前すげえ見てくんな。え、あ、すみません。ジャンヌに迫られてじっと見つめ返すなんて、とんだ色男じゃねえかそんなつもりは。ジャンヌジャックお前案外ジャックに向いてるかもしんねえな。
上がった。さてと、お前と話してたらモチベが上がってきたわ。ありがとな。このままダンスの稽古でもしようかね。せっかくだし、お前も付き合いな。はい。わーい。お出かけいるかな。あ、いるな。時間かかりそうなんだね、ちょっとな。あれが始まっちゃったので、エンタメどっこいショーが始まってしまいましたので、ちょっとそこにレイドしましょう。終わったら明日ちょっと時間あるからやろうかな。何をやろうかな。メトロイドフュージョンやろうか、ジャックジャンヌやろうか、まあ、あれなんですが、見てくださってありがとうございました。レイドします。またね。エロスチル、レジスチル、お疲れ様でした。バイバーイ。また来週もやります。いや、来週も見てね。浮屋さんいると反応がいいのでつってね。またね。アラインさんもありがとうございました。また来週も火曜日、チューズデイ。エロゲオンチューズデイ。グッバイ!レッツゴー!